してるんでちゅか。何してるんでちゅか。こんな時間にバタバタと。この島ではメイド服を着ていなくちゃいけないの。わかった。よいしょ。何するでちゅか、鈴木ちゃん。着替える。ここではダメでちゅって。ところは私と寝まちょう。わかった。では所長、おやつみなちゃいまち。この子は大丈夫でちゅよ。これ…孫にも衣装を…
ちゃん調子悪そうだから代わってもらったのよ。あ、リニアちゃんが代わってと言ったわけじゃないよ。リニアちゃんと代わる？そう、よかった。すぐに朝食の用意をしますね。なんか楽しそうですね。頑張ってください。無理しても続きませんよ。ふざけてるとミスも増えますから。そうしてください。人生がでちゅか？チェック OK でちゅ。ご苦労ちゃま。
ました。まあまあそんなに怒らないで、悪気はなかったのですから。まだ眠い。戻りまーす。こんにちは、たかひろさん。図書館ですから。あ、それとたかひろさん、お腹など空いていらっしゃいませんか？ですね、いつもご迷惑だと思うのですが、私またお弁当作ったんです。はい、ありがとうございます。じゃあ持ってきますね。
高弘さん、用意できました。さあ、どうぞ。ですよ。一緒に食べましょう。鍋ですよ。カニ鍋です。どうしました？暖かくて美味しいですよ。お出汁は昆布でじっくりとって、お味噌で仕上げました。温まりますよ。わ、うん、ささ、冷めないうちに食べましょう。ですからね。気をつけてくださいね。ご飯もちゃんとありますよ。ではいただきましょう。いただきます。いけませんね。では、私が取ってあげますね。